三兄弟長男翔です。見せたくないっすけど、もし家に100万円が置いてあったら家族は取るのか取らないのか。僕は小さい時にお父さんがお母さんから盗んだお金を僕がお父さんから盗むという、世の中で一番悪いことをしたことであります。置いてたものってちょっと意外と取りやすい一応かなって思うのが多いんですよ。やはり実家というものはお金を猫ばするのか猫ばしないのか調べていこうと思います。お酒一ついきます。取りたりいくします。やっほー。100万円って書いてることでご存知だと思ったのメモ帳です。イエーイ。100万円がご用意できなかったのでメモ帳を買いました。ほら面白くないと思うんで僕がこたつの中に隠れます。こたつの中に隠れて出てきた瞬間に家族が出てきたらもう顔面蒼白。ご登場。それではやっていきましょう。レッツゴー。ショータスイッチ。ちゃんが芝だったら何出てきたの。もう一個あるわ。うわ、旅へ戻るぞ。おお、100万円いけば今度取らないです。体いっぱい出てるぞ。しっかり吐いて。早く。近く。体出したら足出んねん。近く。曲げろって。オッケ俺には一枚に見える。ルパイに入ったら100万円は取るのかドッキリです。違うけどお前 iPad とあれ置いた目の前だ。どんな顔してんねん。あ、低い方が上。ここに1枚貸してオマージュに取っておきます。けどほんまっぽくなったわ。よし、早速行ってきましょう。Thank you.
前には興味ないっていうか。だって本当やもん。がかかってるし、ここに日本銀行って書いてあるし。そうしたの。すいません。ちょっとね、おかしいのよ。バイもここ言うて今この夏ぐらい暑いんよ。あのな、おかしいね。それで一回服着て早く。すいません。だけどな、そのパンツよう見てみよ。いるやぞ。すいません。はいよ。もうこの悪い格好するお前さん。もう着てんねやん。がバン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 あったかいのにしてさ。じゃあ、ここにしよう。お願いします。次、何がある？何がある？何もない。なんかあるっしょ。